CAD とディープラーニング。おはようございます、マサルです。今回はビジネスインダストリーの分野から CAD とディープラーニングについて一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。令和元年秋、問い14。 CAD の説明として適切なものはどれか。あ、アナログ信号をデジタル信号に変換する回路のこと。い、建築物、工業製品などの設計にコンピューターを用いること。う、光を電気信号に変換する撮像素子のこと。え、文字、画像、音声などのデータを組み合わせて一つのコンテンツを作ること。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はい、建築物、工業製品などの設計にコンピューターを用いること。これが CAD の説明として適切です。それでは解説していきます。 CAD とはコンピューター上で図面の作成を行うためのツールのことを言います。今では当たり前に図面の作成にコンピューターを利用しますが、 CAD の登場前は手作業で図面の作成などを行っていました。CAD を利用することで得られる代表的なメリットを3つ紹介します。1つ目は手書きよりも製図が簡単なことです。製品の形状や必要な情報などを全てコンピューターで再現できるようになったことで、手書きに比べて作業量が大幅に削減することができます。2つ目は製図データの修正が簡単なことです。手書きの場合、修正するときに他の箇所が消えないように注意しなければならなかったり、修正を重ねることによって紙が傷んでしまうという問題がありました。 CAD はコンピューター上で修正したい箇所のみを修正できるので、修正が簡単に行えますし、データに対して修正することができるので紙が傷むという問題も解決できています。3つ目はデータの管理や共有が簡単なことです。紙は保管や複製に手間がかかります。一方、 CAD で作成した図面はコンピューター上やサーバー上に保存することができるので、コピーや共有を簡単にすることができます。 CAD を使うといろんなメリットがありますよね。今回の問題では CAD の説明として、建築物、工業製品などの設計にコンピューターを用いることと説明されています。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢、こちらは AD 変換器の説明です。 AD 変換器とはアナログ信号をデジタル信号に変換する装置のことです。アナログとは連続的に変換するデータです。例えばアナログ時計の秒針をイメージしてください。1秒1秒時間の流れが流動的に変化していくことがわかります。一方、デジタルとは段階的に変換するデータです。例えばデジタル時計のイメージです。1秒1秒時間の流れに区切りがあり、段階的に変化しますよね。コンピューターはデジタルな情報を取り扱うので、アナログデータはデジタルデータに変換する必要があります。このような場合に利用されるのが AD 変換器です。うの選択肢、こちらはイメージセンサの説明です。イメージセンサは対象物から発した光を受光して、光の明暗を電気情報に変換する装置のことを言います。これはデジタルカメラなどでよく利用されています。風景が発する光をイメージセンサが捉えて電気信号に変換します。絵の選択肢、こちらはオーサリングの説明です。オーサリングとは音声ファイルや動画ファイル、写真データ、それらの情報を組み合わせてデジタルコンテンツやメディアを作成することを言います。では問題を見直しましょう。 CAD の説明として適切なものはどれか。正解は E、 建築物、工業製品などの設計にコンピューターを用いることです。それでは次の問題です。令和2年秋、問い4。コンビニエンスストアを全国にチェーン展開する A 社では、過去10年間にわたる各店舗の詳細な販売データが本部に蓄積されている。これらの販売データと過去10年間の気象データ及び各店舗近隣のイベント情報との関係を分析して、気象条件、イベント情報と商品の販売量との関連性を把握し、
1週間先までの天気予報とイベント情報から店舗ごとの販売予測をより高い精度で行うシステムを構築したい。この時活用する技術として最も適切なものはどれか。あ、IoT を用いたセンサなどからの自動データ収集技術。い、仮想空間で現実のような体験を感じることができる仮想現実技術。う、ディープラーニングなどの AI 技術。え、表計算ソフトを用いて統計分析などを行う技術。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう、ディープラーニングなどの AI 技術が最も適切です。それでは解説です。この問題はディープラーニングについての知識が求められる問題でした。ディープラーニングについてお話をする前にこちらの図をご覧ください。 AI という枠の中に機械学習という枠があり、その中にディープラーニングという枠がありますね。この図を意識しながら話を聞いていただけると理解しやすくなると思います。まず AI についてお話しします。 AI とは人間に代わってコンピューターが行う技術の総称のことを言います。例えば電卓も講義の意味では AI に該当します。これから話す機械学習、ディープラーニングも AI の総称に含まれるため、仕事で AI という言葉が出てきた時にはどの範囲で AI について話しているのかを意識した方が良いですね。それでは次に機械学習です。機械学習とはコンピューターに学習データを与えることでコンピューターが結果を予測できる技術のことを言います。学習用のデータを大量に与えることでそこから予測データを生み出すことができます。例えば販売予測や将棋ソフトなどで機械学習が利用されています。そして機械学習の一つとしてディープラーニングがあります。ディープラーニングはニューラルネットワークといわれる人間の神経回路をモデルにしたアルゴリズムを使って機械学習をします。ニューラルネットワークという言葉が難しく感じますが、まずは人間の神経回路をモデルにしたものというところを覚えてみてください。ニューラルネットワークを使って機械学習をするのがディープラーニングということです。今回の問題では様々な情報を取り入れて販売予測を高い精度で行うシステムという記載から機械学習が適切です。その他の選択肢は機械学習には該当しないので、うの選択肢、ディープラーニングなどの AI 技術が適切だとわかります。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢は自動データ収集技術とありますが、データ収集だけでは販売予測を立てることができないので間違い選択肢です。いの選択肢、 VR は仮想空間を現実のように体験できる技術のことを言います。販売予測を高い精度で行うための技術としては適切ではないので間違い選択肢です。 えの選択肢、表計算ソフトとは例えば Excel などが該当します。 Excel は動画作成時の時点では最大100万行程度の情報量しか持つことができません。さまざまな情報を取り込んで販売予測を行うような膨大な情報を取り扱う技術としては適切ではないので間違い選択肢です。では問題を見直しましょう。コンビニエンスストアを全国にチェーン展開する A 社では、過去10年間にわたる各店舗の詳細な販売データが本部に蓄積されている。これらの販売データと過去10年間の気象データおよび各店舗近隣のイベント情報との関係を分析して、気象条件、イベント情報と商品の販売量との関連性を把握し、1週間先までの天気予報とイベント情報から店舗ごとの販売予想をより高い精度で行うシステムを構築したい。この時活用する技術として最も適切なものはどれか。正解はう、ディープラーニングなどの AI 技術です。それではここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はディープラーニングについて一緒に勉強しました。ディープラーニングの活用事例としてボーカロイド AI というヤマハの歌声合成技術を見ていきましょう。ヤマハは1989年に亡くなった美空ひばりさんの話し声、歌声をデータとして取り込み、ディープラーニングを使ってあれからという
美空ひばりさんの新曲を実現しています。皆さんもご興味があれば YouTube で検索するとあれからを聞くことができます。あれからのコメント欄を見てみると好意的なコメントが多く、この楽曲が受け入れられていることがわかります。今後ますます AI でできることが増えていきそうですよね。それでは最後に復習です。 IT パスポート令和元年秋問い14、 CAD の説明として適切なものはどれか。正解は E、 建築物、工業製品などの設計にコンピューターを用いること。次の問題、令和2年秋問い4、コンビニエンスストアを全国にチェーン展開する A 社では過去10年間にわたる各店舗の詳細な販売データが本部に蓄積されている。これらの販売データと過去10年間の気象データおよび各店舗近隣のイベント情報との関係を分析して、気象条件、イベント情報と商品の販売量との関連性を把握し、1週間先までの天気予報とイベント情報から店舗ごとの販売予想をより高い精度で行うシステムを構築したい。この時活用する技術として最も適切なものはどれか。正解はディープラーニングなどの AI 技術です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。